人ん家に来るとなぜかトイレに行きたくなるんだよな。マジでそんなことなったことないけど、今は大丈夫。多分の心漏らさないでね。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2022年8月13日土曜日の午後1時43分です。今日は土曜日なのでトタキキさんが広場で演奏されています。リクエストもお気軽にとのことですので、皆さんふるってご参加くださいね。それでは本日も楽しい一日になりますように。めっちゃ風強いちょっとびっくりした。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。この間ね、映した2本の動画が2本とも映ってなかったっていう風に言ったと思うんやけど、それの2本目の方で私マイル交換をめちゃくちゃいっぱいしたんやけど、その交換したやつがね、イメチェン系のやつをどっさり交換したんで、ちょっとイメチェンを今回はやっていこうかと。そう、このね、イメチェン、次回はイメチェンしようみたいな感じで終わったのに映ってなかったっていうね。なんかいろいろさ、カラコンも交換したし、あと髪型もなんかどっさり交換した、にょ。えけん、どういうのがあるんか、あとボディペイントかなんかっていうのも交換したけん、なんか、どんな感じなんかなと、見ていきたいと思います。木星の姿見てイメチェンしようかな。私まだね、見てないんよ。楽しみにしとこうと思って、それから見てないけん。ちょ、見よう。肌色は別に変わってないよね。髪型、なんか新しく増えてさ、まだ見てないやつとか、ニューって書いてくれんかな。わからんねえけど。とりあえず全部合わせていくとして、これはあれよね。カットリーヌのところで増えたやつ。寝癖ヘアか？これこの間までしとった髪型やと思う。ワイルドやね。めっちゃワイルドで。マッシュ。これもあるやろ？なんか宝塚とかでさ、こういうのおるよね。で、これも前からあったし、これも私が可愛いって言ったカットリーヌのとこの。あ、これなかったんじゃない？多分。なんか髪の毛の質感が違う気がする。ちょっとごわ、あ、なんか、見て。なんか、お団子部分ポワポワしてない？めっちゃなんか揺れてない？いや、前髪が気に入らない。前髪以外はなんかパーフェクトな気がするんやけどな。なんでそんな前髪なん？で、こんな感じ、あ、やんちゃそう。めっちゃやんちゃそう。なんか夏休みの小学生みたいやね。あ、かわいい、これは。え、これはいいね。え、かわいい、かわいい。片側でいいやん。なんかお坊ちゃまって感じ。お金持ってそう。あ、でもこの服装にちょっと合ってない？いい感じ。お？うわぁ、すごいボリューミーなんやけど。めっちゃボリューミーなんやけど。あ、アニメとかでおりそうな。なんか、ちょっとミサエっぽい感じ。若干、なんか、昔っぽい感じの髪型やね。なんか坊主？え、スキンヘッド。え、スキンヘッド、めっちゃ綺麗なスキンヘッドやん。ザラザラもないよ。あ、これ可愛いかも、ちょっと。かわいいかも。前髪がね、せめてこれぐらいでやってくれたらこの髪型もいいかなって思うんやけどな。え、これもなんかちょっと微妙なんやけど、微妙なんやけど、まだマシかなっていう。え、普通のお団子はあったんやっけ？ないよね。なんで前髪ちょっともうちょっとさ、え、てか、前髪とか組み合わさせてくれたらいいのにね。よくあるやん、着せ替え系のアプリとかで。私、すごいアフロ。私がしよる着せ替え系のアプリも基本的に前髪と後ろ髪別々で選べたりするんやけど、そういうのやったらね、もっと幅が広がるんやけど。おー。めっちゃ何、ラップとかやってそうな感じ？レゲエとか。角刈り、角刈り。角刈りっていうのかな、こういうの。こういう髪型のさ、おるよね、アニメに。そしてこれ、これ前からあるやつよね。いい感じの。てか、あれか？さっきまで私がやっとった髪型かな。お？後ろ刈り上げとるやつやね。なるほど。多分増えたのはもうさっきのところへんぐらいまでかな。さっきの、多分このぐらいから増えたんかな。
私、髪型のセットを2つ買ったけん。2、4、6、8、10、12、14、16、10。あ、この辺は違うんよね。この辺違うくって、ここぐらいまでってことかな。ってことは、2、4、6、8、と、まあ、5種類5種類増えたって感じかな。うん、そんな感じ。え、今回、新しく増えた髪型はどれかにしようや。それにいいよんって感じやけど。え、どうしよう。これにしよっか。お団子、お団子。髪色はピンクのままでいいか？あ、なんかちょっと夢川な感じにする夢川。いや、ピンクでも夢川なんやけど。どうしよっかな。紫とかにしとこう。いや、帽子かぶっとったら見えないんですけど。何？びっくりした。あやな、オイラだよ。アイダホだぞ。の心。なんか来たよ、アイダホ。あやな、オイラだぞ。いたら返事してくれよ。の心。帽子取ってこっかな。あ、ここか。帽子を外しまして。よしよし。めっちゃイメチェン。まだちょっとこの後もイメチェンするけんね。とりあえず、アイダホが来たっぽいけん。あ、来た来た。勝手に入ってきたわ。よ、お邪魔するぞ、の心。なんかお土産持ってきてくれた？筋トレしてたら急にお前のこと思い出してさ、フラッと来ちゃったよ、の心。今ちょうど私、イメチェン中だったんですけど。そうだ、お土産持ってきてたんだ。お、さくらんぼ。お前が好きかわかんないけど、よかったら食べてくれよ、の心。さくらんぼってさ、うちの庭にも埋まってなかった。気のせいかな。そこから取った？そんなことはない。うん、人んちに来ると、なぜかトイレに行きたくなるんだよな。マジで？そんなことなったことないけど。おばあちゃんちとかならまだ別やけどね。今は大丈夫。多分、の心。漏らさないでね。よし、それじゃ、オイラとゲームでもするか？の心。お、さらに何かくれる？いいとも。それじゃ、オイラとハイ&ローで勝負だ。ルールの説明聞きたいか？の心。いや、大丈夫。見事お前の予想が当たったら、壁掛け扇風機をやるよ。よーし、勝負開始だ。壁掛け扇風機さ、すでにもうそこにつけてんだよね。洗面所のあたりに。よし、最初のカードは5だな。続けてもう一枚いくぞ。微妙なとこ来たね。よーし、引いたぞ。さあ、このカードの数字は5よりも大きいか小さいか、どっちだ？の心。結構半々ぐらいじゃない？どうしよう、大きい。あは、覚悟はいいな。あー、小さかった。4でした。残念だったな、あゆな。次は頑張れ。また一緒に遊んでくれると嬉しいぞ、の心。じゃ、とりあえず、今回は一旦帰りなよ。出かけるのか？なら、オイラも帰るぞ。今日はサンキューな、の心。で、追い返しといて、イメチェン、イメチェン。じゃ、次はカラコンを見ようと思うんやけど、どんな感じの色が増えたんかな。木製の姿見でイメチェンしようかな。しましょう。え、あれよね。目の形は別に増えてないよね。わからん。増えた？この辺あったっけ？あったっけ？なんか可愛くないこれ。この目。あった？てか個人的にさ、鼻の形増やしてほしいんやけど、わかる？なんか、三択ってさ、めちゃくちゃ少ないよね。しかもどう考えてもこの辺ってあんま使わんと思うよね。いや、なんかね、個性的なキャラクターにしようと思ったら全然使うんやろうけど、この目可愛くない？あとはもうこんな感じで、こんな感じ。今使っとうのこれよね。これはこれで可愛いんやけど。こんな感じのお目目。んで、コンタクト。色が増えたんかな？え、でもこの辺もあんま見んけんさ。私色、多分これから変えてないんよね。え、でも紫になったけん髪の毛が。若干、変えるか？え、どれぐらいの色がいいかな？
この辺は結局緑消えないんやけど。どうかな、オレンジ。この辺か。なんかどれも、どれも可愛いんやけど、これはちょっと違う気がするんよね、黄色は。じゃあこのオレンジぐらいにしとくか。で、あと、これ?フェイスペイント?かな?フェイスぽい、フェイスペイント。女の子。え、どういうこと?あ、前デザが描けるようになったってことか。なるほどね。既存のやつがあるわけじゃなくて、っていうことか。なるほど、なるほど。そういうことね。私なんか、よくある MMORPG とかである、なんか、顔にハートマーク入れれたりとか、なんかこの辺とかにさ、なんか、この辺、おでことかにさ、なんか赤い丸みたいなのよくあるやん。ああいう感じのが入れれるようになったんかと思った。そういうわけじゃないんやね。木製クローゼットで、ちょ、夢川系コーデにしよう。ちょっと前にも夢川系コーデしとった気がするんやけど。まあ、でも今回この髪型、めっちゃ合いそうじゃない？この辺かな。卵のパーティーワンピ。前回多分違うやつ。この辺、こっちやったんかな、前回。夢川ドレス。え、どうしよう。え、めっちゃ可愛くない？え、可愛い、可愛い。え、可愛いんですけど。え、どうしよう、今回。じゃあ、ちょっと、ちょっと違うな。私的にちょっと違うな。なんだ、この辺のでも可愛いな。マーメイド。マーメイドなプリンセスドレス。え、これにしよう。これにしよう。あ、でもな。めちゃくちゃ迷うやつ。ちょ、卵系で攻めるか。え、でもこれさ、結局ハットかぶったらそうなんよね。隠れるんすよね。それもったいないんよね。じゃあやっぱマーメイドでいくか。めちゃくちゃ悩むやつ。で、マーメイドのティアラ。え、よきよきよき。で、あと。足がな、純白のパンプス。まあ見えんけど、一応。とりあえずね。んなもんかな。これに、ポシェットとか下げるのもなんか違うもんね。あ、でももうちょっとね、私的に、やっぱこっちかな。そうね、こう、スカートがふわっとしたやつを着せたいんよね、なんか。ふわっと系のやつを着せたい系な、こっちにしよっか。じゃあ、ちょ、ティアラじゃなくて、リボン。あ、なんかいい感じ。ミニーちゃんみたいじゃない？めっちゃミニーちゃんみたいな感じじゃない？髪型も相まって。え、よきよき。んで、あ、じゃ、この格好やったら、いや、これはちょっと色が被るな。ちょっと待って、さっきまでつけとった、貝殻のポシェットやっけ？これにして、ああ、いい、いい、いい、かわいい、かわいい。めっちゃいい、めっちゃいい。こんな感じ。で。靴はもうあれか、さっきのでいっか。え、さっきのどこ行った？あ、これか。うん、こんな感じで。え、めっちゃかわいいやん。よき。超よき。この辺のあれなんよね。ただただ手に持つっていうことはできんのよね。カラフルスティックライト。まあ、スティックライトとか持っとく？他なんかある？いやー、特に別に何もないな。で、とりあえずこの辺、持っといて、赤とかにしとこ。え、めっちゃいい感じじゃない？え、超かわいいやん。ディズニーとかにおりそうじゃない？
ディズニーとかに、ディズニー作品にってことじゃなくて、ディズニーランドとかにってことね。めっちゃ可愛くない？いい感じになった。よき。よし。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかね、ボリュームのあるお団子っていうのがいいよね。